はい火曜日、えー、21位となりました「ジャストタップアウト」という名のラジオ、えー、今週も行ってみたいと思います、えー、毎度おなじみ高道信でございますそして今週は<ー>久々に登場はいイヤー克ですよろしくお願いしますどうした何ですかずーっとレギュラー決める作成に2週3週いなかったよな <laughs>、はい、いつ入ってくるかと思って待っ松たのに入ってこないから <laughs> 先週なんか俺1人だから大変だったんだよな <laughs> <laughs> もうあの振る人いないし、ネタパパパッとしてもしゃべっちゃった、はい、あれ、まだ時間あるとって、結構大変だったけど、今日はでも、ネタ満載、も、はい、りもりでやっていこうと思います。はいえー、ということで,で、すねまずはですねなんと、やっとですね、このジャスト・ダップ・アウトという名のラジオ、この4月ぐらいだったら、ゲスタートとしたの、4月から始まったとして、1か月、あれ、3月だっけ、2>, っ2月だっ,たっけ、結構、そんな気もしてきたな、早、2、3か月やってますが、適当でごめんなさい。 やってると思ったんですがやっとですね、えー、この番組をねスポンサー様がついてくれましたありがとうございますそれで番組継続決定しましたありがとうございます,いますえっとですね香川県は、えー、高松にはですね村上製作所様がですねこの度、えー、スポンサーになっていただいてですね、えー、なので言わせてもらいますこの番組は村上製作所の提供でお送りさせていただきますはいありがとうございます あの村上製作所っていうのピンとこないと思うんですけどなんとジャストタップアートの、ね、リングを作ってもらったんですね、あのー、製作所いわゆるまあ鉄鋼関係の仕事をして当然リングなんか作ったことない会社なんですけれどもちょっとねあのー、すごいプロレス好きな社長ということで私たらのしろ無理難題を押し付けてですね社長リングとか作りませんじゃなく作ってみませんかと言ったらお 面白いですねと普通だったらいや無理ですよっていうところあ面白いですねって乗ってくれたんでもうこれはちょっと行ってしまおうと思ってずかずかとですねあじゃあぜひぜひってことで作ってもらってですねはいあのジャストタップアウトが今使用してるリングは中身製作所製なのでねあのリングが欲しい方リングをねどこで作っていいかはね多分普通は分かんないですよねそういうね、えー、お話があればぜひ振っていただければね、えー、すごい、えー、お安く お安くか分かりませんが <laughs> すごく質のいいね我々、ずっと使わせてもらっているリングなのでとても質のいいリングをね、えー、提供させていただけると思いますのでねぜひご、えー、相談ください。ということですね、えー、今回は4.25北千住が中止になってしまったけれどもその後すぐ5.3ゴールデンウィークあれ昨日か昨日,日,、はい、日5.3横浜にぎわい座の方で。 無事大会をすることができましたまあね緊急事態宣言出てるんでどうなるかと思いきやね神奈川だったんでなんとかギリギリあとまあ少数だったんで、まあ、すごいでも会場がねいろいろあの厳しくてですねなかなかこういろいろ制限がある中あのきっちりそれを守ってですねあのやることができたんです、まあ、お客様もねコロナ 使用ということでいやまあ50名様のみだったんですけど、まあ、50名ぴっちり入ってもらってですね、まあ、満員御礼な形で、えー、ガールズハウスともに、ね、盛況だったんですがね、えー、こちらでいろんな動きがございましたはいえー、っとどっち先やったんだっけ、えー、女子です女子かガールズが先でしたはいもう昨日の頃なのにね忘れてしまっているというねガールズまずはですねえー、練習生 A 初エキシビションマッチを行ったんですけども、まあ、神楽美沙とね5分間のエキシビションマッチやったんですけど、まあ、エキシビションマッチなんでね決着はつかない、えー、あの決着がついてもね5分間は戦い続けるっていうルールなんですけど、えー、その5分間をね見事戦い抜き、まあ、あの先輩の神楽美沙相手に堂々とです、ね、戦い抜いた練習生 A なんですがちょうど今ですねあ,のある配信で本人からの発表があったんですけども 練習生、A、デビューえっししとうまあ2週前ぐらいにねここにも来てもらったんですけども、えー、その時はまだ練習生 A だったんですけどデビューが決まったのでリングネームも決定しました練習生 A 改め「青い」表記は「AOI」と書いて「青い」でございますえー、っとね まあどうしようかなもうデビューは多分できるなってないあの私の中であったんですよ練習見ててただどのタイミングでどこでデビューさせようか思っててまあこのあとすぐにある5.16の王子なのかあるいは5.29後楽園なのかちょっとねいろいろ考えたんですが昨日のエキシビションを見てよしこれはもう大きいとこで。 ドカンと言ってしまうということで後楽園ホールでデビューが決定致しました5.29後楽園大会あとで、ね、画像とか出ますけれどもとりあえず今口頭で言っておきます5月29日後楽園大会で青いデビュー戦神楽美沙対青い決定しましたはいこれは先ほどね出したばかりの速攻なんで、はい、このあとね追ってこの後の、えー、決まったかあちょうど出てきたナイスナイススタッフさんはい、えー、こちらねほらちゃんとリングネーム入っております青い はい、写真もちょっと変わりましたまだねコスチュームの写真はないんですけども、はい、先日あ昨日まさに昨日5分間エキュビションを戦った者同士、まあ、2人が揃えて言ったのはやはり5分ではちょっとね足りなかったということなんでねちゃんとデビュー戦でしっかりと白黒つけてもらおうということでね、えー、デビュー戦になのはミサにやってもらうことになりましたで葵もね、あのー、下からコツコツと上がっていきたいっていうことなので、まあ、現在ガールズランキング8位最下位の神楽ミサがちょうどいいのかなということで。 まあ、昨日もね、非常に、あの、いい戦いを二人してくれたんでね、その先が後楽園で見れることになります。あの、ファイヤーは、これ見てた?。あ、自分見てました?。見ての感想は何かある?。いや、まあ。あいは。うん、<の>本当見てた?。あ、見てました?。あの、エキシ。で、多分初めて。やって。うんうん、自分は。まあ、いきなり、まあ、デビュー戦だったんですけど。うん、まあ。いきなり。 駅にししてててはははめっっちゃ動ててるなないいいうのはそうのそ、はい、思いままたねまあ最初はな結構ミサのペースに行かれるかと思いきや最後はもう完全に葵のペースで最後何か決めそうになったもんね、はい、最後なんかするのかなってなった時にああ時間切れだった時間切れなあれが決まってればもしかしたらです、ね、必殺いスペシャルが決まってれば <laughs> 名前はね適当に言いましたけど必殺いスペシャルが決まってればもしかしたら もしかしてたかもしれないということで非常に見ててねワクワクしたんでねこれはもう大きいところでたくさんの人に見てもらいたいということで5.29後楽園でデビュー戦を決めましたこれがねそうでもなかったら5.16王子だったかもしれないんですけどもまあもう思い切って後楽園デビューをしてもらうことになりましたのでね是非皆さんこの練習生 A 改め葵のねデビュー戦是非見ていただきたいあのジャストタップーとトか自信を持ってお送りする新人女子です でですねあとは、えー、ガールズの試合はっ、えー、っと何があったっけそのい柳川住香対八子柳川み香がね、あのー、今度、ウェーブ女子プロレスの、えー、リーグ戦の若手ブロックに参加することになって、ねえー、すごい経営、えー、が入っている中で、えー、大先輩八コに挑んだんですがねやはりここはねやっぱキャリアの差がはっきり出てしまって八コ、えー、には敗れてしまったんですがまあ検討したんじゃないでしょうか。 そして有利が多団体対多団体初シングルマッチをねえ鈴木由良選手とやってですねまあどちらもキャリアがねすごい少なくて経験がまだまだない者同士のねぶつかり合いだったんですけど熱い気持ちのぶつかり合いユーリの末有利がぶっとい腕で腕っぷしの太さでスリーパーで締め落として見事勝利することができました続いてガールズランキングマッチえリズム対 R。 ブラックアールが3位だったのブラックアールに5位のリズムが挑んでですねまあブラックアールにだいぶ攻め込まれたんですが最後はリズムが得意のリズムボムからのリズムクラッシュからのリズムクロス合ってるかな多分ヘッドロックして駆け上がってドンがリズムボムなんだよでこうやってドンってやるのがリズムクラッシュで <laughs> こうするのがリズムクロスのはずだから、はい。 ボムからのクラッシュからのクロスで見事逆転勝利をしてですねえリズムがランキング3位に昇格ということではいえやっと一歩前進できたかなとそこに待っトをかけたのがランキング何位だ6位のユリまあ前々から有利はえ令和2年組なんですけど令和元年組のリズムに対して リズムには絶対負けないってね、すごいずーっと豪ゴ語ーゴーしてたのですが、ついにリング上に上がってですね、3位になったリズムに噛みつきました、いつやってくれるんですかと、リズムも逃げる気はないということなので、これもえねあのすぐに決定いたしました、リズム対有利ランキングマッチ、近々組まれます。ここれはちょっとねねねまだねこの後、ね こちらの配信でね、リズムが自ら発表するはずなのではい、その後に全部まとめて発表しますで、メインイベントが山形優対稲葉智香これはね、予想通りの甲子愛あのー、なんだろう、まあ、山形優っていうの、ね、あのー、実はもともとね、私がいた火炎帯道場にいた人間でって前も言ったかもしれないけど そのいわゆる男子スタイルというか高道のスタイルというかあのそういうプロレスの根本がちょっと似てる部分があってですねまあ、動き見てるとなんかねあ俺に似てるとかあんなって思うとこもあるんですけどもえ絶対友方やったら手が合うだろうと思って組んだんですけどやはりねズバリ手があってですね、えー、すごいいい非常に好試合になったと思いますまあやはりキャリアの差でね山形多分20年ぐらいやってると思うんでまあ 1>, 1年生対20年生なんでねまあ結果は残念ながらねやられてしまいましたが、えー、すごい大健闘これね名勝負数えるの予感がありました、あのー、絶対この先も何度となくやってっていずれもっとでかい舞台でやる時が来るだろうと、えー、そういうのを感じさせられる戦いだったんでね、えー ともかにとってまあ雫に並ぶ本当に、ね、大きい壁だけれども超えなきゃいけない壁でありすごい技術が盗めるし勉強なる相手だと思うんでね見てた？はい見てました。なんか感想ある？感想やまあ女子の中で、うん、やズバ抜けていい試合だなっていう印象があって、うん、いやまあ男子の自分でも、うん、やっぱ山形選手 はなんか日本にさせられる選手だなーって試合を見てて思いました、うん、そうねまあ本当はっきり言って全4試合の中でまあメインだけ全くレベルが違う試合だったなっていう印象はあったしあとは先日4月に行われた山形対雫昭のね対決よりも技術的にレベル高く私には見えましたはい。 あまああのー、まだねカードがはっきりしてないんであれですけど、えー、後楽園大会も山縣優の参戦は決定しております<ー>、はい、なのでね山縣優ファンの方皆様よかったらご来場ください、はい、で男子の部、はい、JTU ハウス第1試合なんだっけ第一試合は関谷,関谷対新たさんです新た対関谷まああのー、令和元年組旗揚げデビュー組の新たに令和 3年組年組の関谷が挑む。で関谷はね最近腕殺し腕を決める技をね一生懸命磨いている中腕殺しのスペシャリスト新たに挑んでですね、えー、必死に腕攻めをしましたがやはり新たの腕攻めの方が1万枚ぐらい上でね <laughs> いいように手玉に取られて、えー、それどころか新たのドロップキックがえぐく決まったように <laughs> 口をざっくり切って。 口から血を出してです、ね、いいねああいうのいいね若手らしくてどんどん鼻血とか口切って血バンバン出せばいいんだよ <laughs>、うん、いやあのねよかったと思うよ一生懸命、あのー、練習で習ったものを学んだものを出そうとする姿勢はいいと思うあとはやっぱ元気があってよかったと思う、うん、ただまあ残念ながら新たがヒヤッとするシーンは多分なかったと思うんだよなうんまあ次はやっぱりファイヤーも新たを経験した方がいいよはい。うんあのー あんな腕殺しのスペシャリストはいないから、はい、気づいたら腕決められているから、はい、そしてイーグルマスク対ブラックイーグルのランキングマッチこれですね旗揚げ旗揚げ機からかなあのイーグルマスクをつけ狙って現れたブラックイーグルでタッグでは何度となく対戦していながらなんとここまでシングルが一度もなかったと。 しかもブラックイーグルはなんとランキング何位だっけ ?6 位 ?7 位ぐらいぐらいだと思います、うんそう。意外と上位にいて、で、一方、対するイーグルマスクはね、8位だったんですね。ここで初のシングルがやっと組まれて、しかもイーグルマスク、ブラックイーグルにシングル初勝利これにより、イーグルマスクのランキングが8位から7位なのかな ?6 位、どっちから ブラックイーグルとブラックチャーハンはどっちが上だったかは覚えてないんだけど、まあ、いずれにしろイーグルマスクがえ9位だった8位だったイーグルマスクがランキングが上がりました、はいえー、長い道のりだったと思いますが、ね、やっとこのね長いイーグル構想に終始を打ったのかなっていう感じです続いてなんだっけっいいあ我々の試合ですね、えー、高道の区ファイヤー克実対超人勇者 G バリオン ジョーアキラ、はい、これはねまあデビュー4戦目5戦目 ?5 戦目です5戦目にしてね高見忍と組んだファイヤー克実で対戦相手が20年のキャリアを誇る G バリオンとキャリアは分かんないけどジョーアキラちょっと城明選手っていうのがねなかなかいかつい風貌でもうザ・プロレスラーってひをうがら構えでねでごっつい体してて。 どんなな選手なのか、ね、ちょっと、ね、未知数だったんですけどねやってみて、あのー、よくも悪くも動ける身軽なまあいい意味でですよいい意味でですよこれ、ね、いい意味であのなんかね懐かしい感じがするなと思ってな何だろうなこの感じはと思ったら、まあ、昔ね私が全日本プロレス出てた時に ROD っていう外国人ユニットをやってた時に一緒にやってたジャマールって選手がいるんですけど実はそのジャマールが大好きだということで言われてみてねあなるほどとめちゃくちゃねスタイル表情コスチューム髪型ジャマールそっくりなんですね。どうり、ん、でその動きがねあの太いけど動ける、ね、すごくいい選手だなと思いましたんでね、えー、今回はねタッグマッチでちょっとしか当たれなかったんで。 ファイヤーはガツガツやるやつだよね。めちゃくちゃエルボーとかやり合って思いっきりは張り手でぶなぶってたな。すごいな。どうだ、対戦してみて。対戦して、自分最初もいきなりタックル連続で5発打ったんですけど、倒れなかったよな。倒れなかったですね。で、やっともそこで自分も倒してやろうっていうで、あの強烈な張り手があれはすごいな。で、タックルで倒したんだっけタックル倒しましたね。倒したのすごいな。 まあでも当然その後ね倍返しボコボコにされたんだけどな、うん、だけどあれはねよかったよあとあのボディスラムとかで投げれたらよかったな,、はい、な投,げ投げたっけいや投げてない投げれてないからそうか、はい、まあでもねあれすごい面白い選手だなと思ったよこれ、うん、またなんか機会があればやってみたいなとに対して、えー、高見忍とのキング戦をね、えー、キング戦をやりたいやりたいと言っているジーバリオン とまあちょっと絡んでみたんですけどまあ彼曰く彼のね SNS とか見るとまあ前回とはちょっと変わった戦法でとかなんとか言ってたんでどんな感じで来るかなと思ったらなんかねうんまあ正攻法のプロレススタイルで来たんですけどうんなんかね俺的にねしっくりこなかった。かといって前回戦ったようないわゆるあのグラップリングレスリング的な動きもちょっと違うなと思うしまああの。 グラップリングのレスリングってね練習とかでは全然すごい重要だと思うんですけど、まあ、そういうのって道場の練習でするものであってあのお客さんに見せるほどのものでもないのかなっていうよっぽど技術がたけてるなともかくとしてなのでねプロレスのリングではしっかりとしてプロレスリングをするべきだなと思ってまあ昨日はまあプロレスリングを仕掛けてきたと思うんですけどなんかね、うん、あれこんなんだったっけってちょっとやっててね、うん、なんかね違った。 のでいろいろ、あのー、後半仕掛けてみたんですけどなんか違ったはい「まあ、ファイヤーは見てて分かんなかったと思うけどなんかね俺イライラしてたの分かる分かんねえかそ,それはちょっとだけ察しました,、うん、た後半ね俺すごいイライラしてたの、うん、でなんか、うん、イライラしてた <laughs> とにかくイライラしてた、うん、なんだろうな前やった時もうちょっと良かったのになーっていうなんかね変に力んで なんかとにかく、ね、戦っててやりづらいプラスは面白くない、うん、だからキング戦とか言ってるけど大丈夫かなっていうのがあったけどまあもうあのー、ね彼が調子が悪かったのかどうか分かりませんがまあとにかくね、あのー、1回組まれて流れたキング戦なのでキング戦はやることにしましたやることにしましたけどあのー、それ次第ではもう俺は一切相手にしないつもりでいますはい。 やっぱりやるからにはね、お互い技術のね競い合いしっかりやりたいんでね、昨日のバリオンだったら、俺はね、もう多分秒殺はしないですけど、多分バばっさりと切り捨てることだと思いますんで。はいということであー、あとメインか、言ってた、はいメインイベントがですね、えー、JTO ランキングマッチ、えー、2位の、あ、じゃあ3位か、3位の竹倉龍也対9位の綾部蓮。まあ ジャストタップアウトが誇るスーパーヘビー級同士の対決だったのですがすごかったねぶつかり合いがあのー、リングが壊れんじゃないかというぐらいの勢いと迫力やっぱ竹倉が 186cm120kg ンが 2m115kg ぐらいなのかなだけどもド感カ感でその巨体ながらドロップキックとかねやってしまう。 あの身軽さも持ってるんでね。いや、すごい面白かった。見てた。え、自分控室で倒れてました。あ,あ、そうか。はい、え、なんで、あ,あ、そうか。やられちゃったんだ。っけ、はい、あれ、なんで、あ,あ、そうか。負けたのか。はい、何で負けたんだっけ。自分。上彬選手の上げられて、顔面に膝くら。あ,あ、なんか。<に>なんかすごいのくらってたな。<laughs> その後、えー。膝十字ですね。そうか。あの試合はね、ファイヤーは見て欲しかったな。はい、っていうぐらい。 あのー、すごいヘビー級の迫力がすごかったファイヤーも今はまだね体ができてないからあれだけどその身長があれば体さえ筋肉さえつけば110キロぐらいったら、はい、ああいう試できるはずだから、はい、で動けるようにちゃんと練習しながら太って身軽なヘビー級レスタラになってもらっていずれこの竹倉蓮ノンとかのヘビー級の中にどんどん入っていってね 引、はい、っかきましてほしいなと、はい、いうことで全、えー、4試合ずつ行われたガールズハウスですが、まあ、コロナ使用ながら、えー、両大会ともほぼ50人入ってですね、えーまあ、満員と言っていい入りで盛況だったと思いますラジアントホールじゃねえやにぎわい座 <laughs> にぎわい座久々に行ったんですけどいいですねすごくどうよあ,あの会場。 いやおお客客ささんん近くて多分も見やすいよな、はい、あの全部ひな壇になってるからあれ通常はあの横にも急いでたんだよ前は、はい、横にも急いで100人ぐらい入れたことあるんだよな、ね、昔だけど、まあ、ちょうどよかったな、はい、ということでね横浜あのその試合の後にちょっとあの知り合いのつてで何軒か協力してくれたお店もあったんですけど熱いお客様はたくさんいてですねしかも協賛を頂い,いたりもしたんでね これは横浜暑いぞと鉄は暑いうちに打てということで1ヶ月後おきにとか考えてたんですがちょっとそれは欲張りすぎかなと思ってですね、えー、23ヶ月おきに1回やってしまおうかと思って早速8月ににぎわい座借り押さえしましたので、はい、8月の半ばお盆の頃かもしれませんがその辺で、えー、2度目のにぎわい座大会を計画中ですのでね えー、多分昨日来た皆様はねきっと喜んでいただけたと思いますのでね、えー、2回目の横浜大会、定期的ににぎわい座を打っていっていずれラジアントホール行ってでラジアントホールいっぱいになるようになったら横浜武道館シリーズからの横浜アリーナからの横浜スタジアムちょっと言い過ぎましたけども、はい、そんな感じで、ね、ちょっとずつね大きいところを目指していけたらなとまずはにぎわい座でねコツコツとやっていけたらなと非常に良い会場だったと思います。はい ということで、えー、ざっと昨日行えた5.3ラジアント・フォルジャーにぎわいザ大会の、えーね、模様をお届けしましたが結果しか言ってませんがそれを経てですね、もうすぐもう先の5.16王子大会の、ね、カードも決まりました。それをね、このラジオで、えー、公開、公表、発表しようかなと。 ておりますまあ今同時進行でねある配信で女子があの女子のカードだけちょこっとだけ先行発表してるんですけど、えー、じゃ男子からいきましょうかね<お>5.16王子大会ポスターでますか。どどん <laughs> はい、はい、えこちらですえー、今回はですねはい 13時から、ハウス、男子の方が先です。あの横浜は女子の方が先だったんですけども、今回は JTO ハウス、男子の部、13時からで、えー、15時半からガールズが行われますが、えー、今大会の、あまだカード発表してなかったっけ、何も。はい、あ、そうか、そうだ、この、昨日の横浜終わらないと出せないと思って、あの決めてなかったんで決め、決めかねてたんで、それを受けてカードを決めようと思ってたんで、 ということで、じゃあ、えー、JTO ハウス、13時からの男子の部のカード一個一個出していきたいと思います。じゃあ、どうぞ、どどん。はい。<ー>えっとですね、膝を負傷して、えー、欠場していたカノンの復帰戦。はいえー、とはいっても、まあ、あの、何ヶ月も欠場したとかじゃなく、約1ヶ月かな。はい。新木場でちょっと負傷して、ので、1ヶ月休んでの、えー 復帰戦となりますがまあ復帰戦なんでねちょっとあのー、試運転的な意味で対関谷まあ試運転とか言われたらね関谷もガチンとくるかもしれませんがね、えー、まあはっきり言えばカノンはもう左膝だったかな負傷したでその欠場明けなのを知ってるわけだからそこを容赦なく攻めるのかあるいはもうスポーツマンシップにのっとりそこを攻めずに紳士的に行くのか分かりませんがね えー、もしかしたらそこの足を徹底的に攻めていけば関谷にも正式があるかもしれない腕攻めを得意として磨き出した関谷にはここかもしれないけどこれ足攻めをすればカノンに勝つ可能性もなきにしもあらずな試合ですはい続いてドドンきたファイヤー勝つみたい熊 <laughs> この熊のようなねすごいこのいかついね 顔とひげと顎ごひげそしてこのごつい分厚い体、はい、まあ先日のね4月の JTO 祭りで初参戦してもらった後藤圭佑選手二度目の参戦にして、えー、ファイヤー勝水とシングルマッチ、はい、ファイヤーはあれだね先日第2オンプレス出て、はい、で今昨日はバリオンと城明と対戦して今度は後藤圭佑 はい、このごつい、いかつい系との対戦が続くぞ、はいはい、どう戦う戦いやまあその大日本さ、うんも経験させていただいて、うん、まあでかい選手とは最近もうずっと当たっているので、うん、いやまあその経験を生かしつつ、も向かっていいいきたいなと思います、うん、すごいね、身長はあのー、多分ファイヤーよりないけど、厚みがすごい。 でパワーがすごい、あのー、新木場では関谷ペラペラの関谷がペラペラ野だからねミス、はい、たろ見てました、うん、何やっても動じない感じだったんだよなまあでも本当はジョとアキラに近いかもしれないなこういうごついややつ相手にどう戦うかまあもうシングルマッチだからねやるしかないからね、はい、やらなきゃやられる勝つ勝ちますそうだよな、はい、まあいい経験をねあのー よその選手とやって積んでると思うからねここはもういい試合とかじゃなく結果を出してほしいなとまあこれがデビュー6戦目7戦目6戦目ですね、うん、6戦目にしてまだ多団体勢とやって勝ったことはないよなないです、うん、じゃあここはね勝ちにいってほしいよねはいはい見てこの熊 <laughs> 熊対なんだこれマッチ棒じゃないですかマッチ棒か 自分で言っちゃったああくらら熊対町坊あ、はい、そうか、うん、火が出る前に終わりはない火つかなくてあーあっあっってポキッて俺おられそうだなわわ笑わ,われた笑われたねちょっとファイヤーしてほしいねほんとねはい、はい、というシングルマッチはくまれてますそして続いてドドンはいはい、えー、これは令和元年組 あ令和2年組か、ヘビー級と軽量級が組んでのタッグマッチ、これはあの竹倉と綾部蓮の因縁、この2人すごいんですよ、昨日も試合終わった後やっぱ蓮がね負けたけど、やっぱ悔しくてま、まだやりたい、もっとやりたいと、何度でもやりたいって食い下がって、ですね、えー、組まれたカードです、まあ、それに巻き込まれた感じの軽量級2人ですが。 ただ動ける2人が入ることによってこのヘビー級のだけの熱いぶつかり合いプラスアルファでね素早い動きとテクニックが混ざるんでね非常に好試合になるのが目に見えているタックマッチですねこれはねランキングでいうと竹倉が3位新田が5位イーグルが多分6位で蓮が9位と最下位なんでね蓮からすればね早くランキングを上げたいところでしょう まあ、あのー、そういうの抜きにしてみてもすごい体のぶつかり合いパワーファイトスピードテクニック全てが詰まったね本当に面白いプロレスリングになると、えー、思われる試合なのでねすごく見たいなと個人的にもはい続いてメインイベントドドンていうかメインじゃなくてもいいんですけどねキングオブ JTO 一応ジャストとアパートのタイトルマッチ上場決戦なんですが ちょっと昨日のね戦いを経てちょっとねバリオンに、うん、謎が残っております私の中では、うん、もしかしたらさっきのタクマッチを目にする可能性もありますはいえー、なんかねいい試合にしようと思えばいくらでもできるかもしれないけどもそれをねあのー、することが相手にとっていいかどうかっつったらそうでもない場合もあるんでね、あのー 技量がある程度あれば、なんだろう、うまいこと引っ張って、好試合にするのはいくらでもできるんですけどね、それによって、あ俺できるレスラー、俺すごいレスラーって勘違いしちゃうレスラーいるんで、まあ、バリオンがそういう選手だとは思いませんが、まあ、だから、これだけね、言われて、やつも悔しいでしょうから、当日はね、しっかりとコンディション作って、しっかりと作戦を練ってきてもらいたいなと思います。私はもうノープランででで出たとこ勝負でいきますんで それを脅かすぐらい当然勝ちに来るんでしょうけど俺はもう100%ね世の中絶対ないかもしれないけど俺100%絶対負ける要素が見えません、うん、あるとしたら会場着く前に交通事故あって会場にたどり着けなかった時ぐらいかなとあとはあのー、あの会場階段がね急なんでね階段から転げ落ちて試合直前に足を折ってしまったとかそんなことがない限りは絶対にやられません。 まあこの先のプランもいろいろ考えてるんでね、ここでつまずくわけにはいかないんで、はい。という感じの全4試合が、えー、ジャストタッパーと JTO ハウスので組まれております。組まれております。続いて、えー、15時半からの JTO ガールズ、ドドンはい、これね、本当はね、あれなんですよ。今ね、配信の方で発表先するはずが、まだね、 あ、来た。今来たちょうど来た同時発表になるかなというか先出ちゃったからいいやはい、うんえー、こっちの配信より先に出てしまいましたがえ叔、ー、大会で先日3位に先日は昨日3位になったリズムに6位の有利が、えー、挑戦が決定有利、まあ、は本当断るたび何かあるたびにもうリズムには絶対負けない負けない負けないってずーっと言い張ってたんでね じじゃゃあやってみればいいいんととうことで、はい、まあ、多分ねすごい女の意地の張り合いになるのかなとただ、まあ、テクニックではリズムの方が若干上でパワーでは圧倒的有利の上っていうねこれはちょっとね、あのー、すごいしばき合いと技術とぶつかり合ってすごいかみ合わないぐちゃぐちゃな試合になるか思わぬいい試合になるかそれは2人次第といったところでしょうか、はい、このランキングマッチがまず組まれております続いてドドン はい、えー、こちらもね4.25、えー、北千住ホワイトスタジオで組まれていながら、えー、大会中止になり、えー、流れてしまったカードです、えー、稲葉友香柳澄方山形優雫亜紀まあジャストタッパーとガールズにね参戦している他団体の女帝コンビといってもいいんじゃないでしょうか、えー、クイーン雫亜紀と、えー、その雫亜紀に勝った山形優が組んでしまって、えー、ガールズランキング2位の友香と。 7位の柳川澄香による、ね、女子タッグマッチですがえちなみにこのトモカと澄香はウェーブ女子プロレスの、えー、トーナメントに若手ブロックで、ね、参戦が決まっているのでねえこれをここをね乗り越えてほしいキャリアで言ったらね到底かなわないキャリアですが、まあ、トモカはねあの先日昨日山形というとシングルやったばっかりなんでねあのここで一発ね蹴りさえ決まれば。 なななんとかなるかるもしれないこのデビュー1年未満のん1年の友果と1年未満の柳川澄香のコンビでこの2人合わせたら多分ね30年ぐらいなのかなキャリア、えー、なそのキャリアのこべこう壁をね若い力で若さでぶっ飛ばしてほしいなと。でこの2人にはねこのこれから、ね、参戦するウェーブのトーナメントで必ず結果を残してもらいたいなと。 と,いうところです続いて、どどん、はい、えこれは、あのー、ガールズランキングマッチ、えー、ブラックチャンニータ、実は5位だったんですね、意外と上位にいたえブラックチャンニータに神楽美沙、最下位が挑むと。 ミサはねなかなか結果が出せない中で突然ね、ね静か秋に丸め込みで勝ってしまってねクイーンに挑戦したりしましたが現時点でまだランキング自体は、ね、8位というね、えー、最下層にいるということで、えー、ここでね結果を出してなんとか、えー、上に行ってもらいたいなと思いますはいそしてもう一試合、ドドン謎カードブラックアール対鈴木優来。 謎ですまあこの鈴木浦はね、えー、4月の新木場そして昨日のね横浜大会に参戦してなんと中学生中学生ってなんて言うただっけ JK が宇宙飛行士だよね JCJC ファイター中学生だよびっくりしちゃったよ俺がこの、えー、ブラック軍のねテクニシャンというかなんか何でもできるねオールランドプレイヤーの R に挑む。 謎カードです、はい、以上全4試合となっておりますがあのー、デビューが決まった葵のねデビューが後楽園になったんでねあのー、ここでエキシビションまたやってもいいかなとも思ってるんですよわかんないですよまだはい今思っただけなんでそういえば葵ないなでエキシビション一回やってデビュー決まっちゃったからエキシビションないでもやってもいいのかなっていうね 部分もあるんで、うん、もしかしたら葵のエキシビション思わぬ相手とエキシビシビョンがあるかもしれません、えー、以上男女ともに全4試合ずつで、えー、お得な投資券もございますのでね、えー、5月16日日曜日緊急事態宣言延長されないことを祈って是非、えー、皆様ご,りご来場くださいまあもし延長されても多分ですけど、あのー、キャパをすごい最低限にねしてるんで。 開催できる可能性の方が高いなと思っておりますのでねはいだから是非この日は開けておいてくださいでは続いて今月のビッグマッチ、えー、最後の試合になりますが5月29日ラケン大会じゃじゃんほらもう葵が入ってのポスターにー早いでしょ全員いです、ね、しかもこれあのメインイベントのスペシャルタックマッチのカード入りの最新版ポスターです、はい はい、えー、ジャストタップアーもも、ね、気づけば選手が増えました、その中で、えー、意向を放つこのタオルかぶったにらみつけた恐ろしいおっさん <laughs> 鈴木る選手がね旗揚げ以来の参戦ということで、えー、鈴木るが、えー、クイーン雫亜紀と組んでキング高道の区稲葉友香と対戦、友、ま、香、あ、からすればねプロレスファン時代からずー と憧れてずっと追いかけていた全選手とのたくまちながらの初対決ということでこれがまあ間違いなくメインイベントには決まる決定でしょうがえそれ以外のカードも何個か決まったのでね行きたいと思いますじゃ後楽園のカードどうぞドドンはいえー先ほど言いました「葵のデビュー戦 AOI」で葵ですはい えー、昨日ね、5分間エキシビションやって、えー、お互い一歩もさ譲らない戦いをした2人がね、今度は正式な試合でデビュー戦として組まれました、えー、令和2年組の神楽美沙、そして令和3年組になる葵のね対決、どちらが勝利するんでしょうか、はい、えー、期待できると思います、昨日の見た感じではね、はい、続いて、どどん。出た ジャストタップアウト対グレート対抗戦カノン対渡辺壮馬これはずっとね、えー、今年1月流れて、えー、2月3月とん2月3月だよな、えー、グレートと、ね、対抗戦をやってきましたが今は何かと話題のねグレートの渡辺選手とカノンのシングル真っ向勝負が決定しましたただカノンはね、あのー、さっき言った通り4月に、えー、足を負傷して えー、この試合の2週間前から約2週間前にやっと復帰戦王子で復帰戦をやるってからのこの試合なんでね結構ハードかなとは思いますが現在、ランキング2位のカノンなのでねここはやっぱり対抗戦ずっとグレートの対抗戦ね負けっぱなしだよね,ね 1>, 1回も勝ってないねここら辺で取り返してもらいたい、えー、そんな一戦でございます。続いてドドン はいまたまた組まれました、えー、竹倉竜也対綾部蓮、スーパーヘビー級対決、昨日横浜にぎわい座で行いましたけど、もんと横浜にぎわい座が吹っ飛ぶんじゃないかっていうぐらいドッカンドッカンしたんで、き <laughs>、えー、昨日はランキングマッチだったんで、j もうルールとかどうでもいいからとにかく戦いたいっていうお互いの意向を、ね、組んで、えー、通常ルール、ワン、ツー、スリー、やりの。 通常プロレスです後楽園ホールでね後楽園ホールはぶっ飛ぶぐらいものすごいスーパーヘビーな戦いをして見せてもらえたらなという思いが込められており思いを込めて後楽園ホールでシングルマッチを食いましたよって16日の王子大会のタグマッチはそれの前哨戦みたいな形になりますがとにかくこの2人の戦いザ・プロレスド迫力なのでね期待しちゃってくださいカードは以上ですかね あ、もう一個あった。あ,あ、もう、そうか。名イとか。どどん。はい。えー、先ほどから何度も言ってましたが、これが、こちらが、あのー、コラケン大会名イとなるスペシャルタッグマッチ。ちなみに、この日はね、新日本プロス東京ドーム大会の日です、えー。東京ドーム大会は夕方からだと思うんですけど、まあ、うちは12時なんでね、えー、こちらを見てから東京ドームへ行くもよしなのでね、えー、ぜひ、えー、まあ、鈴木みのる選手が東京ドーム出るかどうかわかりませんが、もしかしたらね、うちと、 東京ドームのダブルヘッダーになる可能性もあるわけですがまあジャストタッパーにも出てくれるということで、まあ、トモカにとってはもうね夢が叶うどころじゃない話なんでただトモカはこの先でシングルマッチをやりたいって言ってる。だそのシングルにたどり着くにはね相当の覚悟と決意結果が必要になってくると思うんで,でまだクイーンにも慣れてないんでね当然静川晃山形も倒さなきゃいけない。 まあ鈴木みのる戦シングルマッチはねその先なのかなと思いますが、えー、まあとはいっても私知れも、ね、高城も旗揚げ戦以来の対鈴木みのる対ボスなんで、えー、この1年半が無駄じゃなかったことを、ね、しっかりと見せつけたいなという戦いです。はい以上後楽大大会会の王子大会のねカード発表でした まだね後楽園は全カードではないファイヤーのカード出たかったもんな、はい、まだ決まってませんはい、はい、まあこれからね考えるけどどういうカードをするかななんか誰かやりたい人とかこんなことしたいなとか要望ある聞くだけ聞くから言うてみいや自分は今、うん、あの男子のランキング10位がまだ空位じゃないですか、うん、おおなのでそういえばあの自分は、うん まあ一回勝ったんですけど、うん、まだ自分と同じタイミングで入った関谷と一回10位かけていやシングルマッチしたいなってシングルマッチし <laughs> 10位決定戦で自分もさっき葵が言った通り、うん、自分も下からコツコツ上がっていきたい人間なんで、うん、いやまず10位ちゃんとはっきり決めてから、うん、そこから上がっていきたいなっていうのがな,なるほど10位決定戦それは面白い案だな まあそれはちょっとじゃあ頭の片隅に置いておこうお願いします、うん、なかなかそのねあのー、研修生1と2なわけじゃん、はい、ファイヤーとセキュアはそれ以降がなかなかねレビューに到達できない、まあ、研修生3はねあのー、練習生昇格したけども家庭の事情でねちょっと退いてしまってで今研修生4だった人間が練習生 K か だけどなちょっとまだだよなあれはなまだまだだな、うん、なかなかね難しいよなで5がいてその下に6789までいいんだっけ研修生割といるんですけどねまだ、うん、このファイヤーとセキュアに続く人材が育たないまあでも普通ねそれぐらいの時間かけて当たり前なんだよなファイヤーとセキュアがちょっと早かっただけであってあとあ葵が特殊だっただけで。 ファイヤーからら見たらじゃあ今いるその下の下というか練習生研修生で「こいつはいいこいつはダメだダメとは言えねえかこいつはいい次こいつ来る」って誰かいる <laughs> まあ自分の中ではえそうですねまあ最近入ってきたあの2年2年研修生2期の中でいやこいつは早く上がれそうだなって思うのが。 うん、研修生 6, 7です、ねうん、6と7はいマッチョとデブだなそうですねあ<ー>、うん、なんとなくわからなくはないな、まあ、すでにね、あのー、研修生まだ研修生っていう状態立場ながら679は配信をやらせてるんですね、まあ、ジャスト・タッパートがねもう入ってすぐになぜ配信をやらせるかというと前も言ったかもしれないですけど やっぱこの人前でしゃべる言葉を覚えるまあ、あのしゃべりはね今の時代すごい大事なんでねあと自己プロデュース力を高める意味も含めてね、えー、入ってちょっとしたらもう研修生の段階でね配信をやらしてるんだけどもあのファイヤーも結構早い段階でやつだねそうですね、うん、やっぱそういうのは大事だと思うんで、うん、まあよかったらねあの配信の方見てもらえばなかなか面白いことしゃべるやつがいるんで <laughs> はい。あの 将来のための未来のもしかしたらエースなるかもしれないしねそのうちこのラジオに来るかもしれないのでねあのぜひ今のうちから見ていてもらえたらなと思います。ということであと5分ぐらいになったかなじゃあ、はい、ファイヤーは、えー、デビューしてその後この間初めて第2オンプレス出たりして、はい、多団体勢に言うと昨日当たったりしてまあここまでえっ、ー、とあれデビューしたのが 327? ええー、いえ。 3319か、はい、デビューして約1か月半を振り返ってはい、はい、振り返って申し上げていいですか、うん、いやまあ1か月半を振り返って今までずっと野球してきて、うん、まあ今までもちろんなんですけど、まあ、経験し,てしたことがない人生をまあこの1か月半、うん、まあ デビューする前から数えたら約半年ちょいですねまあやってきていや自分的にはいやすごくやっぱプロレスやって楽しいなと思いましたし、うん、いや負けて悔しいってこともありましたけど、うん、いや,やっぱりプロレス最高だなって思いますね。そそししててまあ早く、ま、の、まあ、プロとにになったからこそには、うん まあ、早くランキング入って、十位からまず入るかわかりませんけど。まあ、十位から入って、下から上がってって、いつかキングの代表を倒したいなと思います。お下国上発言が出ました。はい、まあ、その日がね、一日でも早く来てほしいと思いつつも。そんな簡単じゃないよっていう、俺もいますが。まあ、ただ、さっき関谷と十位、杭の十位をつったけど、関谷と争ってもなっていうのはあるんだよね。 正直関はまだねファイヤーよりやっぱ俺の中で、あのー、評価下だから、はい、体がペラペラだしまあ線細いのはファイヤーも一緒だけどファイヤーの場合身長があるからさ、はい、身長がない分やっぱりね関はもっと体を作んなきゃなっていうのは、はい、まあでもだいぶあいつもね受けが上手くなってきたよな、はい、技術面はすごい上がってきてるからそれはいいと思うんだけどなんかそれだったら俺はもう 9位、レレか。タ <laughs> 対ファイヤー。これは無理だろうな。そうか。まあでもね、いずれは倒さなきゃいけない人間だからね。うん、10位決定戦になるのか、もういきなり先輩に噛みついて、下克上マッチをしていくのか。だけど、まあ分かってると思うけど、ランキングマッチってことは JTO ルールで。 はい、ホールがないわあでもファイヤーの場合あるか逆エビ腰攻めからの逆エビか、はい、フォール取る技はまだないんだな、はいうん、なんか人作んないとな、はいうん、それで炒めつけといて逆エビただ逆エビもな、はい、今のファイヤーが龍也とかンに逆エビやっても決まる絵が見えないよね。 何か策を、うん、考えないと、はいうん、まだまだ先は険しいぞ、はいうん、カノンもいるし新たもいるしイーグルもちっちゃいけどすごいテクニックとちょこちょこちょこ動くから、はいうん、まあでもそれは楽しみだよな今後、うん、ただ早く俺としてはあのー 4練習生 K だったり、はい、研修生67あたりがもっと上がってきてくれたら、はい、そのその世代で令和3年組になるであろう世代と競い合っていけたら面白いかなっていうやっぱどうしても令和元年組と2年組の連まではスカウトで入ってるから、はい、やっぱりも入った時から違うんだよな何かが。 体がができてたたりりバクボンあっどっかの団体にいたらとかそういうんだからで研修生はやっぱりもうほんとゼロから入ってきた人間でまあその中でもね「ファイヤーはちょっと抜けてる部分はあったかもしんないけどやっぱりなんかこう差ははっきりあるよなまあそれをね戦いの中でどん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 縮めていくしかないと思う 関谷と10位決定戦はないかな、はいはい、だって関谷とやって負ける気全くしないだろ全くしないです、うん、俺もね関谷が勝てる気全然しないもん、うん、ファイヤーが負ける絵が見えない、うん、そんな試合しても面白くないから結局実力が近い者同士僅差だから面白いわけであって だからランキングマッチもわりと近いところでしかやらないしまあミサがいきなり最下位からクイーンに挑戦ってなったけどあれはね丸ごみで勝っちゃったからそういう結果になったけども、うん、なんかそれだったら直近の人間ででも直近の人間が9位のレンなんだよな、はい、すごいな、はい、とてつもなく大きい壁が待、うん、っているあれ時間大丈夫かなさてあと1分で出てました 長い一分だね。大丈夫ですか。あ、終わり。あ,あ、あ,あ、もう終わります、ね。はい、はい、ファイヤー締めろ。めますえー、っと、十六日、二十九日、ぜひ来てください、大会、締めます。ファイヤー。急出しめだったな。な